この配信はファイナルファンタジータクティクスの iOS 版のプレイ配信となっております。今回の配信が16回目の配信になるんですかね。もう結構終盤まで来ましたけれども、前回の配信でチャプター4のもうだいぶ終盤のところまで話が進みました。まあ仲間の数も iOS 版だと最大24人まで仲間にできるんですけど、もう枠がいっぱいになってますね。前回新たにメリアドールも仲間になってくれましたけど、今回一応ちょっと出番は設けてあげますけどね。準備とかはもう済ませてあるので、まずはもういきなりイグーロス城までね行ってしまいましょう。一体何が始まってしまうのか。ラムザのお父さんを、まあ、の長男のダイスターグ兄さんが毒殺していたっていうのが判明したんでしたよね。衛兵がいない、様子が変だ。このチョコボはザルバック兄さんの見た目でわかるんだ。あれだ。中に入る。もう今回もまたストーリーは一気に進めますけど、一応尺が余った時のことも考えてあるので、まあそれなりに、まあ適度に進めていきましょうかね。中でいきなり戦闘があるので、いつもの4人とあと1人を誰にしましょうかね。最近全然出番のないマラークを連れてってあげましょうか。 PSP 版とかではね、ちょっと裏信号とかが強化されてますので、もしかしたらそれが役に立つかもしれません。城内でダイスダーグ兄さんがザルバック兄さんに剣を向けられている。気でも狂ったのか。何の真似だ。兄上はそれでもベルブの名を継ぐものか。お父さんが、こいつが殺してますからね、それで怒ってるんですけど、私が撃たなくても死んでいたよ。ラーグ校の暗殺もね、ザルバック兄さん目の前でやってましたけど、他人の手を借りなければ戦うこともできない奴だったので、そうした奴が戦争を始めたこと自体が大きな間違いだったんだ。自分を正当化しようとしている、この5人呼んで。私が許せないのは父上のことだ。なぜ父上を暗殺するような卑劣な真似をしたんだ。私は知らん、知らんぞ。とぼけている。ラーグ校の最後の言葉、聞き違いかと思ったが。なぜ父上を殺した。早速の修羅場。どうもこんばんは。いきなりね、もうこんな修羅場が。ダイスターク様。ザルバックは乱心した。兄さんがいきなりピンチになってますね。ザルバックを捕らえよう。兄上。ザルバック兄さん。ザルバック兄さんもね、だいぶ堅物な人で、ラムザの言うことを最初は聞いてくれませんでしたけど、やっとラムザが正しいっていうことが分かってくれたんですね。ここはダイスターグ兄さんを倒すっていうのが勝利目標となってます。マラークはとりあえずですね、配信の裏でちょっと修行させて裏信号を一通り覚えさせましたので、早速ね、何か強そうなのを使ってもらいたいんですけど、チャージタイムがかなりかかりますね。とりあえず上にいる適当な人にぶつけてみましょうか。ユニット指定すれば動かれてもね、ちゃんとターゲットが追っかけてくれますので。ザルバック兄さんは味方として戦ってくれます。ザルバック兄さん強いんで、ほっといてもそう簡単にはやられないですね。とりあえずダミーは前に出しておきましょうか。敵に届かないうちは力を貯めておきましょうかね。無双をうなずかせきる。いきなり大ダメージ受けてますけど、大丈夫。ラムザはなんとなく今回召喚士にしたんですけど、失敗でしたがね。ゴーレムをちょっと使っておきましょうか。ゴーレムもちょっと発動まで時間はかかりそうですけど、
隅っこに待機させましょう。お前の言ってたことは本当だった。アニューフェは野心のために戦争を引き起こし、さらにはラウコーも暴殺した。ベオロブの名を汚し、地に貶めるその行為、許すわけにはいかん。やっと分かってくれた。ザルバック兄さんも聖剣技的なものが確か使えたんですけどね。もうちょっと本気を出してくれてもいいんですけど。このままだと逆にダイスダーグ兄さんに殺されそうで、怖いですね。兄さん！貴重なクリスタルヘルムが粉砕されている。もう完全に兄さん動けなくなってるけど、大丈夫なの？そして、このナイトは頭が悪すぎるんじゃないか。自分の足元に向かって石を投げつける。ゴーレム召喚しました。召喚した人の最大 HP 分がなんというか、みんなシールドが貼られるんですよね。マラークがもう死にかけてるので、ちょっと越前を回復してあげましょうか。エクスポーションを使いますね。マラークはもう一回裏信号でも使いましょうか。裏天魔鬼神とか結構強そうですけどね。天魔鬼神。ダメージが全然、なんというか、すげえって感じの数字じゃないですね。まあ、一応、この敵でも狙ってみましょうか。あとは狙われないように、こっち側に逃がしましょうかね。グレッグは、ハイと10だから、まあ5の倍数で狙えばいいか。ハイと5で、ザルバック兄さんともども、ちょっとまとめて攻撃してみましょうか。オーリーとかなら当たるかな。それか、アンバックで暗闇状態にするか。イーソならどうだろう。ちょっと使ってみましょうか。ブレイブを下げればある程度は戦いやすくなるかもしれない。兄さんがチキンに近づいた。敵のナイトはガードしている。部下の方が優秀じゃないか。兄さんたち情けない。ダニーはどうしよう。上に登らせるよりは回復とかをさせるべきかな。波動撃とかは多分高いから当たらないですよね。また力を貯めときましょうか。名前だけ強そう。神言とかね、名前が本当かっこいいんですけど、性能が残念すぎてね、なかなか使う気になりませんよね。ラムサはどうしよう。バハムート召喚とかできますけど、20ターンも先なんだ。さすがにこれちょっと使う気にならないな。モーグリで回復しようとしてもあんまり美味しくないというか。叫ぶか、じゃあ。叫べばまあ魔力も上がりますからね。召喚攻撃使うにしてもダメージは増えると思うんですけど。愚か者め、なぜ私に従わん。なぜ私に逆らうのだ。完全に自己中ですね、この兄貴は。持つ者の責任なのだ。力を有していた王家も今で落ちるところまで落ちてしまった。力を持つ我々が王家にとって変わるのも当然のことじゃないか。正しい力の使い方だ。なぜそれを理解せん。正義という心を持っていないのか。そうそう、お父さんのような立派な騎士ではないですからね、この人は。正義だとそんな言葉口に出すのも恥ずかしいよ。
そんな綺麗事で民を治めることはできるものかな。うん。うん、おみせがましい。本当にあのクソ兄貴ですね。手を汚しているおかげでお前その立場にいられるのだ。感謝されることはあってもお前に恨み事を言われる筋合いなどないわ。完全にこのクソ兄貴は開き直ってる上に反省の色がない。マラーク、所詮はマラーク。ザルバック兄さんが完全に袋叩きにされてるんですけど、大丈夫なのこの状態。手裏剣まで投げられてるし、侍の技まで使うナイトがいたんですね。こんなの初めて見た。ラムザが唱えたゴーレムがいい仕事をしてますね。兄貴ダメだ。こっちの兄さんは弱すぎる。距離が離れてるんで、ここはやっぱりあのオルランドゥさんとかを最初から連れてきていれば楽にね攻めていけたんでしょうけど、さーてどうしたものか。あえてバハムートを呼んでみますか。とりあえずダニーは回復をしてあげましょうか。ブレックはちょっと敵をまとめて攻撃したいんですよね。兄さんは多分状態異常の類はほとんど効かないと思うので、CT がみんな5の倍数なんですよね。ラムザだけが違う。一か八かでちょっと試してみていいですかね。 CT5 の糖度を使ってみましょうか。マラークがカエルになっちゃうかもしれないけど、一か八か、うまくいけば敵が一斉にカエルになる。どうよ、カエル1匹2匹。なかなかいい具合に敵がカエルになりましたね。あとは裏信号もどうにか当てたいですね。13ぐらいしか効かないっていうのもどうかと思うけど、属性によってダメージが変わるとかそういうものかな。それか星座の相性によって違うとか、天候ライオンとかほとんどカスみたいなダメージしか出ませんもんね。天魔鬼神をこいつに使う。マラークをちょっとこっち側に逃がしましょう。これはダニーあたりが狙われてるな。今度は越前が倒れてしまった。この兄さんは出来損ないだ、使えないよ。いきなり袋叩きにされて特に見せ場もなく倒れちゃいましたからね。清盛、侍の技使うナイトっていたんですね。全然気づかなかった。ナイトはこっちを攻撃しようと降りてきてますかね。とりあえずちょっと越前に生き返らしたい。 71%、うん、まあ、成功率としてはまずまず。天魔鬼神一発、2発当たっただけ。あれだけチャージ時間を稼いでも2発しか当たらないっていうのはどうなの。サンジュスはチート、チート技ですね。
チャージタイムなしで強い魔法を狙い撃ちできるので、使いこなせれば本当に三術は、なんていうか、オルランドゥさん並みのバランスブレイク技になりますよね。越前ちょっとこっち側に逃がしましょうか。固まってると、ダイスタークのクソ兄貴から狙い撃ちされるので、バハムートを召喚してみた。おお、結構効く。226ダメージっていうのはなかなか高いとは思いますけど。こいつらはみんな CT4 の倍数ですね。今すでにカエルになってる連中も4の倍数。ダミーとマラーク、グレッグも。同じようにまた CT5 凍土を使うと、あんまりなんていうか効果がなさそうなので、ラムザを回復してあげたい。経験値3の倍数で回復してあげようかな。経験値3の倍数なら敵は、あ、敵も回復するか。どうすりゃいいんだこれ。またハイと5の倍数で固形素でも使いましょうか。あのブレイブを下げる陰陽術ですね。ハイと5ホーリーでもいいか。これの方が手っ取り早そうだ。攻撃をどんどん仕掛けていきましょう。弱った。もう一押しぐらいでクソ兄貴を倒せそうですね。弱ってる。強行破天好き。ダニーの黒装束が脱がされた。これちょっとまずいんじゃない？もう一回グレッグのターンが来れば三術で奥に逃げた兄さんを攻撃できますね。ラムザはちょっとダニーのそばに行ってから叫びましょうか。アルテマじゃないや。本当この戦闘ですね、オルランドゥさんとか連れていけばあっという間に終わります。連れてこればいいものを、なんというか代わりにマラークを連れてきたせいでものすごい時間がかかってますね。マラークはどうしよう。回復でもさせましょうか。ドラゴンボール状態のダニー。要件とかですかね。火力が本当に相変わらずダニーは強いので、チャクラでちょっとラムザの MP も回復させないといけないですね。越前は銃を持ってますけど、この位置からダイスターグ兄さんを狙えるかな。ダメだったらまあポーションで回復でもしましょうか。いけるわ。まだ倒せないけど。意外となんていうかゲーム終盤になっても凍土は使えるもんですね。なんかもうちょっと回復をやっときましょう。これでも一番最初のプレステ版と比べるとですね、ラファとかマラークの技も結構情報調整されてるはずなんですけど、全然当たりませんよね。どうしてこうなった。ちなみにですね、この戦闘終わっても、まあ、続けざまに戦闘が入ります。なんで兄さんとどめを刺すなら、なんていうか万全の状態で片付けたいですね。残り HP が2なんで、またハイト5ホーリーでも打ち込めば倒せそうですね。ハイト5の倍数に
オーリーを打ち込んでやる。どうよ、やったぜ。そんなお前たちが邪魔さえしなければイバリスはベオルブ家のものになったのだぞ、愚か者どもめ。お前が言うか。ん、成績がローファルに渡された成績がここで光って、ダイスターグ兄さんがルカピーになってしまったんですね。フントの霊帝アドラメレク、ヤギ座の、まあ、ルカビーですね。あ、部下のナイトたちが消されてしまった。愚かな弟よ、メイドの土産に教えてやろう。バルバネスはこの私が殺した。せっかくベオルブは君臨するチャンスがやってきたというのに戦争だと。だから殺してやったのさ。どんな剣の達人でも毒には勝てんというわけだ。兄さん、ザルバック兄さんまで特に見つめもないまま消されてしまった。逆らったことを後悔するがいい。うん、アドラメレクを倒せっていうのが始まりますね。グレッグはさっきあのホーリーでとどめを刺したばっかりなんで、ここで待たせるとして、ダニーをどうしよう。ここで皇帝さん無視つけとけばよかったですね。これはちょっと失敗したかな。一応前に出しましょうか。ザルバック瞬殺とか恥ずかしくないの。さっきもね、なんか、下っ端のナイトに囲まれて、兜を壊されたり、すごい情けない兄さんになってましたけど。から銃弾は当たるのか。何気に銃はまだまだ現役ですよね。それでどうしたもんかな。あんまり固まって移動するべきではなさそうなんですけど、今回もダニーに早いとこ片付けてもらいましょう。ダニーのスピードが上がればもう十分倒しに行けるはずです。マラークはちょっとこの辺で待機させましょう。越前はどうしようかな。アドラメレクはだいたいいつもあのオルランドゥさんが瞬殺してるイメージがあるので、あんまり強いってイメージはないんですけどね。どんな技を使ってきたかよく覚えてません。喪失、混乱、混乱。ダニーが混乱してしまった。これまずいんじゃない。裏回し剣、ラムザは今ので正気に帰ったけど、ちょっとダニーが混乱したまんまなら非常にまずい。とりあえずラムザをちょっとでも回復させてあげましょうか。違う違う、貴重なマラハクの活躍シーンが。ラムザはとりあえずダニーを引っ叩きましょう。起きろ。喪失があるんで混乱対策しないとまずかったですね。グレッグはまあ、ハイト10というかハイト5だ。ハイト5で適当に何か撃つしかないですよね。高さ5の位置に味方いたっけ。越前がいるぐらい、ラムザがいるところも5か。まずいな、ちょっとここに立たせるんじゃなかった。ラムザの装備を一回確認しましょうか。黒装束はストップ無効。
沈黙が向こう。レビテド。こんな時に限ってなんというか、まともな装備ができない。召喚士にしちゃいましたからね。味方に補助魔法を使うようにしましょうか。CT4 の味方に、シェルとかヘイストとか、その辺使えばいいかな。前に三術で時魔法を使えないみたいなことを喋った気がしますけど、そんなことはありませんでしたね。普通に使えます。ダミーのヘイスト。クレックは外れ。マラークもヘイスト。なかなかいい感じに補助が入ったんじゃないですかね。マラークは、ちょっと、各々の距離を離しておきましょうか。でもって神言をぶつけてやりたい。ダニーとにかく回復と、まあ、貯めるですかね。使っておきましょう。アドラミルクあんまり順番が回ってこないですね。スピードが高くないのかな。一応攻撃できるときはちまちまと削っておきましょうか。ラムザーはどうしよう。ダニーにエールでも送りましょうか。いや、ここに立たせましょう。動き出した。ダニーとマラークが、またこいつはもう、何やってんの？マラークがダニーを殴ってくれれば、おいおい、何をしようとしてるんだ。地裂山、うん、壁ドンしただけだった。本当にもう。そしてこいつは、何もないところに裏信号をぶっ放す。本当にもう何やってんの。ダニーを回復させないといけないですね。マラークはもういいや。どうせシラフでも役に立たないので、ダニーに石を投げて目を覚ましてもらうしかない。戻ってくれましたけど、また距離が離れちゃいましたね。頼りになるとは、越前の銃撃のみ。アドラメレクだけを攻撃するのはちょっと難しそうですね。ラムザにヘイストを使いたいので、レベル3の倍数ヘイストとかでやってみましょうか。レベル3ヘイスト。アドラメレクには入らないですよね。やっぱりモヒカンはダメだな。三術師、なんでこの三術師はこういう髪型になってるんですかね。マラークに三術でエスナを使うとかでも。あ、ありがとう。何の役にも立ってないけど、ありがとう。高低差をどうにか克服できるような、アビリティをセットさせておくべきでしたかね。アドラメレク戦でこんなに苦戦してる人って、なかなか皆さん見たことないんじゃないですかね。大抵の人はこのボス、オルランドゥさんにそこで倒してもらってますからね。
ラムザーどうしよう。バハムートでもぶつけますかね。バハムート使おうとするとその前にファイジャが飛んでくるか。モーグリを自分に使うときはどうだ。あ、やっぱりファイジャの後になっちゃいますね。マラークを正気に直しておいて、この辺ちょっと逃がしましょうか。だいたいマラークが割れ、越前話術で何かできないかな。ダーラボンの真似で眠らせたりはさすがに効かないか。脅すでブレイブを下げるとか。脅しが効くんですね。ものすごく見た目怖いのに。説得して CT をリセットさせるか。こっちは 37%。 普通にハンドガンで撃ち抜いた方が早そうですね。チャージ中はちょっと防御力が下がってるのでダメージも増えますけど。ファイジャー、まあ、でもマラークがアイテム使えるので蘇生はできますね。どこに立たせればいいんだ。ここだらけか。本当アドラメリクスピードが低いから、そこがまあなんていうか攻めてもの救いですよね。ダニーはもうちょっとアドラメリクに近づけてやれないかな。今真上にいますね。波動壁は高低差が高すぎるから当たらんしな。いいよ、もう少しあいつに近づけてやることができればもう一気に蹴りをつけられるんですけど。違う違う敵にエールを送ってどうする。マラークはもうここぞとばかりに神言を使ってもらいましょう。裏神門か。またチャージ中に混乱とかにならないといいんだけど。大丈夫かな。グレッグはラムザに回復技を使ってあげたい。レベル3ケアルガとかにしましょうか、レベル3にケアルガ。回復量少ないですけどね、何にもしないよりはマシなはず。あ、ここでまた強い魔法を唱え始めましたね。めっちゃ一膳のそばに移動されてるんだけど。ホーリーを使おうとしてるから。解放でフェイスを下げる。そうすればちょっとホーリーの威力も下がるかもしれん。フェイスが高いと魔法ダメージも増えちゃいますからね。アドラメリクはこっちに近寄ってくれたのは運がいい。効果があったとは思えんな。ラムザの蘇生はどうしよう。グレッグに任せるか。グレッグが三術アレイズを使えばラムザを生き返らせることは
そんなに難しくないはず。何？やっちまってくれ。マラーク、神言を唱えてる最中だけど、ちょっとこれにかけよう。念のためラムザン隣に移動させましょうか。裏天幕神一発、二発、三発当たったけど倒せてない。越前はもうちょっと解放を使ってアドラメレクのフェイスを下げときましょうか。フェイスが下がれば確か裏信号のダメージも増えるんですよね。フェイスが低いほど確か威力が高くなるとか、そんな技だった気がするので、今度は越前が石になってしまいましたけど、大丈夫かな。ラムザのいる位置がハイトゴ、ハイトゴ S なの、多分それで治るはず。 S な覚えさせてますね。よし、 OK。 本当はもう三術師は安全なところからね、こういう便利な魔法をバンバン打てるので、もうチートキャラですよね。ダニーがこいつの横に立てる。これでもう倒せるでしょう。510ダメージ。安定のこの火力。やっぱりダニーの筋肉が一番頼りになりますね。まだ不完全だったか。早すぎたんだ。血塗られた打天使さえ、聖天使さえいればこんなことにはならなかった。だいぶ時間かかりましたね。30分ぐらいかかったの？ちょっと次の戦闘はもうサクッと終わらせましょう。ベオロブ家ももうおしまいだ。ダイズダーク兄さんは今も化け物になりましたし、ザルバック兄さんもどっかに飛ばされて、家なんか関係ない。大切なのはどう生きるかなんだ。アルマ、アルマを助けなければ。まだそう、アルマは生きてますからね。30分くらいの戦いになりましたけど、どうにか勝てましたね。マラークもそこそこ活躍できたんで、良かったんじゃないですか。次の目的地が聖地ミロンドですね。ミロンド、ここがまた連戦となりますので、まずはちょっとセーブして、ガリランドまで移動し、セーブする前にちょっと編成でいろいろいじっときましょうか。ダニーのムーブアビリティに高低差無視をつけておきたいですね。ラムザもちょっと別のジョブに変えましょうか。見習い戦士かな。違う違う、アビリティを変えたいんですよね。アイテムいいな。いつもの4人と、あとまあ誰か適当に入れましょうっていうところでセーブして、よし、ミロンドに乗り込みましょう。あと配信時間が1時間ぐらいあるのかな。強行がいきなり刺されてますね。裏切るのか。いろいろなんか企んでた標高もここでいきなり殺されるんですね。抵抗せずにおとなしく白状していれば命を落とさずに済んだんだ。残された時間はあまりに少ない。何のことだ。成績を集めるために貴様に協力してきたが、ほとんどの成績をあの小僧に奪われた今となってはその協力も無駄だったというわけだ。まあ確かにね、半分ぐらいは
ラムザが持ってますからね。助けてくれ。傷は深いが致命傷ではない。すぐに手当てをすればなんとかなる。助かりたいなら言うんだ。ユロンドの入り口はどこにある？ユロンド、黄金だよ。あの地下書庫の最下層に封印された魔法陣がある。封印の解き方は知らんのだ。あるとすればあの聖典の中に。ラムザが持ってるゲルモニーク聖典ですね。またあの小僧か。成績だけでなく聖典まであいつに取られてるっていうのって。ボルグマルフも相当頭にきてますね。貴様は用済みだ。頼む、助けて。容赦なくやられてしまいましたね。ミュロンド一戦目ですかね。第一部隊、第二部隊にまた分かれて進むので、第一部隊この三人と、あとはまあ越前に労働八号でも連れていきましょうか。あんまり出番のなかった鉄巨人労働八号。ちょっとさっきの戦闘で時間かけすぎたので、ここはもう稼ぎとか考えずにもうどんどん倒していくことにします。僧侶以外は立ち入り禁止だ。うん、名前と身分を明かし速やかに要件を申せ。うん、ラムザ病力だ。ウォルマルフに拉致された妹アルマの、うん、返してください。異端者ラムザか。うん、教会の総本山に異端者が正面から攻めてくるっていうのもね、なかなかアホらしいと思いますけど、やるしかありません。全員倒せばここは突破できますね。こっちにも敵の話術師がいますね。話術師もまた銃を持ってるので、まずはちょっと銃で狙われない場所に移動して、脅しが届かない。まあじゃあ自分か味方を褒めるようにしときましょうか。白魔導士とか召喚士とかですね。ここにいる風水師が確かなんていうか風水術で足止めしてくることがあるので、それはちょっとなるべく食らわないように気をつけたいですけどね。ラムザン叫んどきましょうか。ダニーは高低差無知がついてるから、いきなり敵の目の前に移動できますね。大ジャンプ。高い壁もね、これがあれば乗り越えられますので、まず地裂山で風水師を倒そうと思ったけど倒せないな。召喚師は、召喚師もギリギリ倒せない。風水師なんかすごいチャージしてますね。MP すり替えがあるから、まあちょっとは攻撃を耐えられますけど、褒める。まあ味方同士褒めるのは、やっぱり話術師の上等手段なんですかね。労働8号ももうちょっと早く動いてくれれば、敵をどんどん片付けていけそうなんですけどね。処理する。で倒せるような敵がいるかな。もうちょっと前に出せば敵の召喚士ぐらいは倒せるかな。ちょっと場所が悪いな。これはこっち側に動かして、この風水師は倒せないか。こいつを弱らせましょう。you
ダニーにはちょっと危ないかもしれない。ちょっとユニットリストで敵の経験値とかを確認してから算術を使いましょうか。レベル40、40、39、39、3の倍数が多いのかな。あとは CT 素数とかかな。CT 素数の敵に糖度を使えば何人かはカエルにできるかもしれん。ちょっとやってみましょうか。あ、1匹、2匹カエルが2匹出来上がった。これでもうだいぶ安全になったんじゃない。白魔法が回復とかさせないといいけど。ハイポーション瀕死になったカエルもちょっと可愛いですね。ベロ出してなんかへばってましたけど、ちょっと労働はしごを踏み台にして登りました。なんかあの下をこうグデーっとしてるのが可愛いですね。ラムザはここに動かしましょう。ラムザ今何装備してんだ。エアナイフ強いのか。エアナイフって弱いよな。アルテマを使って敵のターンが先に来ますかね。やっぱりもうこの辺はオルランドゥとかメリアドールとかその辺を連れてきて初めて楽に感じるっていうところなんですかね。とりあえず風水師、目の前の風水師を倒してしまいたい。ダニーならワンパンで倒せちゃいますね。カエルのくせに相当なんというか攻撃的ですよね。ダニーが危ないな。これクリプス、ダニー一番頼りになる人が真っ先にやられてしまった。8号はここで敵を処理させたいですけど、カエルはもう後回しでいいですね。敵の白魔、この辺からまあ撃たせましょうかね。一つずつ敵は片付いているんですけどね。ダニーを生き返らせるよりは先にこいつを倒そう。蘇生はグレッグでもできますので。グレッグ待ってた。3の倍数の高さのところにいる人にアレイズってすれば多分ダニーだけを生き返らせることができるはず。ハイと3アレイズ、これで多分敵は対象になってないですね。どうよ、生きてる人に対しては全くあれなんですけど、間違ってる。敵も対象になってるし、ダニー生き返らせるの失敗してるな。これいろいろと
ミスが目立った。あら、グレッグのところにカエルが逃げてきた。悪口、そんな挑発に乗るんじゃないぞ。一年ここでへばってるカエルも倒しましょう。一善はこっち側に動かして味方を生き返らせればいいかな。その前にラムザに生き返らせてもらえればいいですね。さよならダニー大丈夫ですよ。あのままほっといたらさすがにあのクリスタルとかになってね、戦死してたでしょうけど大丈夫です。間違えた。敵の話術師と越前を間違えるところでした。よし、もうこれであと少しでしょう。話術師一人とカエル一匹ぐらいしか多分残ってないはず。とりあえずダニーは回復やな。ラムザは話術師を倒しに行きましょうか。よいしょ。越前もこいつを囲みましょう。カエルがグレッグに助けを求めている。死の予言、そんなものは聞くわけないでしょ。グレッグはどうしようかな。このカエルをどう処分してくれようか。とりあえずまあ叩いときましょう。カエルを直しちゃうな、これ武器で叩くと。予想外。ちょっと待て、レベルが4の倍数で経験値も4の倍数、 CT 素数、ほうほう、 CT 素数のホーリーとかにしたらどうだ。あ、敵もうまいこと攻撃できますかね。ちょっと越前が巻き込まれますけど、術師と越前にボーリーが飛んでいく。まあなかなかいい感じに攻撃できたんじゃないですかね。ダニーはこっちに移動させてもう話術師を倒しましょうか。熾烈山、これであとはカエル一匹ですね。カエルの処理は8号にお任せできますかね。届くかな、処理するが。届かない。もうちょっと前に出ないとダメかな。しょうがないな。こっち側から移動させればいいか。以前にこの辺に立たせて、あとはここから銃を撃てばいいですね。あとちょっと、もうあと一発ぐらいで倒れそうなところまで追い込んでますね。もうあの敵がカエル一匹になったらわざわざ追い打ちしなくても無視して進んでもいいと思うんですけどね。まだやられない。高
宝箱の回収とかもういいや。多分あまりいいもの入ってないと思うので。チームはさらに前に出して、違う違う、処理するが届かない。移動距離がちょっと短いですからね、8号は。よし、やっと追い詰めた。くたばれ。また時間かかっちゃいましたね。今行くぞ、待ってろよ、マルマ。次の戦闘はもう早く終わらせようと思えばすぐに終わりますね。戦闘に出す人、今度はちょっといつものメンバーを外します。いや嘘言ったわ、連れていくけど、一人メリアドールを入れておきたいですね。一応いつもの4人にはメンテナンスを持たせておきますというか、そうだ、ダニーの装備は壊されたんでしたかね。黒装束がなくなってたんだった。二刀流を外すのもあれですけど、ダニーにはつけとこう。グレッグもメンテナンスで、あとメリアドールですね。メリアドールは強行破天好き、鎧を壊すもと聖剣爆撃だ、兜を壊す技、これだけ使えればまあ十分かな。よし、じゃあまあ行きましょうか。5人連れて行けるので、いつもの4人とメリアドールですね。なるべく伸ばさずにサクッと終わらせてしまいましょう。いよいよボルマルフと戦うわけですね。会うのは初めてだったかな。ギナーにも招待したいところだが、何をこじゃれたこと。貴様の相手をしている時間が欲しい、要件だけ伝える。妹を返してほしくは貴様が持っているゲルモニック聖典と全ての成績を渡すのだ。言っておくは貴様はこの恐怖、要求を拒否することはできん。渡さんときは妹の命はないと思う。私の言葉を理解したならさっさと渡してもらおうか。守る気なさそうですけどね。アルマはどこだ、どこにいる。無事な姿を確認できない限り、聖典も成績も渡すことはできない。普通の反応ですよね。貴様に拒否権はないのだ。聖典と全ての成績を渡せ。聖典だけだ。成績はアルマの姿を確認してからだ。ローファルだ。確認している。どうだ、大丈夫。簡単な呪文です。持ってたんだ。それさえ分かれば貴様は、奴らは用済みだ。このまま見逃しても良いんだが、一応ベリアスたちの仇を討たせてもらおうか。ルカビ同士って変になんというか義理がたいですよね。騙したな。いい加減ラムザも敵は騙しにかかってるっていうのを学んでほしいもんですけどね。ボルマルフを倒せ。妹が死んだら一番困るのはお前らなんだけどな。まあそう、アルマをさらったのにもね、ちゃんと理由がありますので、アルマが死んだらね、こいつらの計画は台無しになってしまいます。ボルマルフを倒せとは言われてたんですけど、まあ他の二人を倒しても大丈夫です。誰か一人を戦闘不能にすれば、まあ勝ちですね。ボルマルフ以外にはローファルと、あと前回戦ったクレティアンがいますので、適当に脅してやりましょうか。こういう、なんというか、神殿騎士団の強い方々にも、脅すが普通に効いちゃうっていうのが面白いですよね。どうしてアルマを生かしておく。
なんだと。自分の息子でさえ容赦なく殺したお前がなぜアルマだけを生かす。まあ、イズルードは、ボルマルフに殺されましたもんね。それはお前の知るところだよな。知りたくはこの私を倒すんだな。やるしかないとか。せっかく覚えたので、アルテマでも使ってみたいんですけど、大体的に先手を取られちゃいますね。クレティアンはフェイスが高めなので、アルテマがよく効くかなと思ったけど、そうでもないな。まあ、一応、クレティアンを狙いましょうか。クレティアンが一番、HP が低いので、倒しやすいんですよね。熾烈山で、越前もろとも、やってしまおうか。ん？回復？第一の衣を装備してんのか。波動拳は届かない。しょうがない。ちょっと、貯めておきましょう。メリアドール、父さん、あなたは本当に、父さんなの？もちろんだと、我が娘よ。絶対嘘だ。なぜお前らはそちら側にいるんだ？一体いつから私の敵になったの？今の父さんが以前の父さんと違うからよ。何のことだ？ランベリーでエルムドア公爵は成績を使い、無残な姿になりましたね。ダニーも3回殴られて死んでしまった。リオファネス城の人々を殺し、イズルードを殺したのは、ボルマルフですよね。お前は化け物というのか、我々は化け物というのか。やっぱりあんたは父さんじゃない。いよいよもってメリアドールは、ボルマルフを信用する気がなくなったんですね。冒険が届かないな。初期位置が悪かったから。ここで待たせましょうか。ダニー二枚目の黒装束が、剥がされてしまった。ダニーこいつらは執拗に脱がしにかかってきますね。変態騎士団か。アルテマ。アルテマの名が泣きますよね、こんな威力じゃ。とりあえずダニーを回復してあげたいので、どうしたらいいかな。CT5 だと多分味方も敵も一緒に回復しそうですからね。経験値も、ちょっと狙いにくい。たらどうしようかな。敵を倒す方にかけましょうか。レベル4の倍数でまたホーリーとか打てば、メリアドールとグレック自身にも当たるけど、ホーリーをぶち込んでやりましょう。少ないですね。自分にまでホーリーが飛んでくる。メリアドールはまあ冒険で、敵の装備を壊してやればいいですね。クレティアンが倒れたんで、これでもう戦闘は終わりですかね。ひとまず退却すると。逃げていった。最初のボルマルフを倒せって言われますけどね。まあ、これ、他の二人を倒しても、こんな風に戦闘は終わりますね。逃げるのか、卑怯者め。結局ゲルモニーク聖典を取られて、終わってしまいましたね。あとダニーの黒装束も、脱がされてしまいました。一応セーブしましょうか。まだ戦闘がありますからね。何をまた新しい服を着せてあげないといけないですね。力なすき。
次の戦闘はどうしようかな。もう時間がもったいないので、シドさんを連れて行きましょうか。いつもの4人と我らがシドさんですね。次の戦闘も敵は少ないんですけど、めんどくさい技を使う敵がいますね。ボルマルフが、これ以上貴様に付き合ってる暇はない。ここでお別れにしたいところだが、このまま黙って引き下がる貴様ではないだろう。分かってらっしゃる。貴様にはここで死んでもらわねばならない。我が忠実なるしもべたちが貴様の相手をしてくれよう。ちょうどあつらえたようにここには棺がある。永遠の眠りにつくわよ。アルケオデーモンと貴様の相手はこの男がする。兄さん、ザルバック兄さん、全く見せ場がないままやられてしまったザルバック兄さんじゃないか。我が眷属の一員として生まれ変わった。この男と戦えるかな。ザルバック兄さん、顔色が悪いですけど、目の前にいるその小僧を殺せ。生かしてこの寺院から出すな。完全にゾンビ化してしまってますね。ザルバックを倒せ。取り巻きのアルテマデーモンとかもかなり強いので、まあいろいろ粘りたいならまずは周りの敵から倒したいですね。シドさんが前に出て、多分またこういうの使えばもうあっという間に終わりそうですけどね。ザルバック兄さん何装備してたっけ。クリスタルメイルとゲルミナスブーツか。先に鎧は壊しておきましょうか。強行破天好き、普通に剛健で装備剥がせちゃう時点でそんなに強くないんですけどね。吸血、吸血しとして、吸血状態になると味方からあの血を吸うようになってしまうので、そこは聖水で直したいんですけど、よりによって聖水を越前覚えてなかったですね。なんてこった。あ、兄さん脅すは効かないんですね。あんまりだとしたらダーラボンの真似も聞きづらいな。一応回復だけしてあげてればいいかな。エクスポーションで回復はできますね。ゾンビになるなんて、兄さんはベオルブ家の人間として恥ずかしくないのか。全くだ。兄さん、ザルバック兄さん、しっかりして、僕だよ。ラムザーか、意識はある。一体どこなの？暗くてよくわからない。何をしているのか、立っているのか、座っているのか、手足の感覚はまるでない。兄さん、ウォルマルフにルカビーに操られているんだよ。お前と戦っているのか。なぜだ。逃げようランザー、出ないと俺はお前を殺してしまう。兄さん、戦いたくないのにこんなことになってしまって。ラムザは聖水使えたかな。ちょっと確認しましょうか。聖水がある、よし。これでオルランドゥさんを吸血鬼状態から直してあげられますね。よかった。聖水っていうとあのゾンビ状態を直すアイテムっていうイメージはありますけどね。タクティクスはこういう吸血状態もあります。ザルバック兄さんをとりあえず殴りたいけど正面からだと弾かれますね。力を貯めておきましょうか。
アルキオデーモンが動き出しましたね。ギガフレア、これめちゃくちゃ痛いので。早めにこいつらは倒してしまいたいな。ギガフレア。アルテマデーモン。溜めてますね。先にアルテマデーモン。なんとかしましょう。アルテマデーモンは多分聖剣技とかで楽に倒せるんじゃないかな。闇の剣でちょっと HP を吸い取ってやりましょうか。ナノフレア、ギガフレアに対してナノフレアってみるとね、弱そうに思えちゃいますけど。越前が倒れたので、ファイト4アレイズで生き返らせましょうか。成功しますかね、これ。光れ越前。ミス。ミス、よりによって。兄さん、歩くと HP が回復しちゃいますからね。今度はラムサが吸血鬼になってしまった。兄さんの血を分けてもらおう。仲いいですね、こいつら。しょうがないな、もう、ラムサが女になってしまっては。粘るのも難しい。サクッと兄さんもやっちゃいましょうか。もうちょっと粘ると会話とかも聞けたんですけどね。すまないラムザ、辛い思いをさせたら吸血鬼にしてしまって。アルマを助けてやってくれ、お前だけ与えるよ。さらば、ありがとう。ラムザはずっと吸血鬼のまんまになってますけど。兄さん、これでミロンドの連戦は終わりですかね。今回この辺まで進めておきたかったんで、ちょっと後半駆け足になりましたけど、まあ霧のいいところまではいけましたかね。強行まだ生きてた。思いっきり剣刺されて今の今まで生きてるっていうのはなかなかすごい生命力でいらっしゃる。ひどい。助けて助けて、しっかりして。神殿、奴らの行方を知ってるのか。どこだ、どこなんだ。オーポンヌ方角、黄金の修道院か。ちゃんとザルバックは兄をやってた。まあそうですね、残されたアルマのことをね、案じながら消えていきましたので。さあ次の目的地は黄金の修道院なんですけど、そこに行けばもうラスボス戦まで一気に戦闘が続いていきますので、今回はもうこの辺で止めておきましょう。とりあえずね、大きな山を越えましたので、セーブだけしときます。出た。今回ですね、時間が余った時に、なんというか、サウンドノベルですかね。前回じゃないや、ライブ前に財宝として手に入れた、ウィーユベールですね。これサウンドノベルの形式になっていて、読んで、ちょっとしたゲームを楽しむことができるんですけど、これを読み始めると多分、30分ぐらいかかってしまうと思います。一応ですね、この配信12時頃までっていう風に予定してたんですけど、どうしましょう。読んじゃって大丈夫ですかね、皆さん。時間は大丈夫ですか。
12時できっかり締めてほしいという声がありましたら、今回はもう読むのやめておきますけど、多分ですね、次回以降あんまりサウンドノベル読む時間がないかもしれないので、まあ、やるとしたら今回か、まあ、最終回の後におまけパートを作って読むか、どっちかになっちゃいますね。あそこに重要なもの集まりすぎなけん、まあ確かにね、黄金の修道院今まで何回も足を運んでますもんね。聖石が封印されてたり、なんというか魔法陣が隠されていたりとかですね、本当いろんなものが詰め込まれすぎてるんですけど、大丈夫かな。やっちまえ。じゃあまあサウンドノベルをとりあえず読んでみましょう。タクティクスにはサウンドノベル4つあって、まあ、そのうちの1つが、まあ、あの、今持っているウィユベールですね。結構あの、話の内容が難しくって、あの、真のエンディングにたどり着くまでの選択肢とかもね、いろいろ複雑なんですけど、やっていきましょう。世に出れば歴史を変えるほどの影響力を持つとまで言われた書物。ある一人の女の行動が記録されている。というわけで、まあ、読んでみます。本当にあの、ひたすら文字を読んでいくだけの、なんというか、パートとなりますので、ちょっと皆さん退屈に感じるかもしれませんけどね。ウィユベール。個人的には、このサウンドノベル好きですけどね。マルチエンディングになってます。ウサギはくたばっちまったみたいな。などなど。まあ一人のなんというか、エージェントの物語ですね。ファイナルファンタジータクティクスの時代とはまた違う時代の、なんというか、どこかの国が舞台となっているようです。犬の始末はいつになるんだ？まあ暗殺とかそういうのを生業としている人の物語ですかね。通達、機密保持等級4、ウィユベール。ウィユベールに与えられた全権を一時凍結し、ポアソンリー管理下に置く。ウィユの監視にはサンティール、犬にはジュメルをつけ、ポアソンリーが統括する。ウィユにはこの通達を知らせてはならない。従来通り様子を見るが、警戒等級特 A とする。まあ、ある、任務の指令が、届くわけですね。犬っていうのが、まあ、あの暗殺対象になってるターゲットですね。赤き花の香り。私の名はアニエッタ。冬のオレンジのようにありふれた女。冬のオレンジ。この町に部屋を借りてもう4年。今日も昨日も同じような一日。閉じ込められてドアを叩く恐怖小説の主人公のように、私の胸を打ち続けるもう一つの私がいる。窓の外の子供の声を背に、私は女シャツを着替えた。夕日に赤く染まり、時折思い出したように吹く風が女の肩を撫でた。てんてんてん。小説の、なんというか。どうだい、シモーヌ。こっからの展開には自信があるんだ。なんていうのかな、ほら、創作意欲っていうのかな。書き出すとペンが止まらないんだ。小説家らしき人と今、会話してますね。ここであの選択肢が出てくるんですけど、3のパブロですね。まあ、あのこの小説を書いた人がパブロっていうんですけど、この人を始末するっていうのを選ぶと、もういきなりエンディングになります。けどもうちょっと話を続けていきましょうか。アニエッタのモデルは誰？私の知らない女性がモデルなのかしら。おー、シモーヌ。アニエッタのモデルは僕の理想の君で、僕の頭の中には君しかいないんだ。くどいている。だからシモーヌ。何をしようとしてるんですかね。やめて、パブロ。私急いでるの。あなたも忙しいんじゃなくって。おう、シモーヌ、君の言う通りさ。だけどその、なんていうかな。もし僕のこの作品が出版されたら、フラグを立てようとしている。わかってるな。もう少し考えさせて。今日はもう行かなくちゃならないの。今喋ってる女性が、まあ、あの、主人公ですね。ウィユベール。おー、シモーヌ、ウバテュー。
ジュテーム、フランス語、ケスコンバフェルドマン。これフランス語で、なんて言うんですかね、ウバティウがどこ行っちゃうのみたいな、そういう意味らしいですね。ケスコンバフェルドマンっていうのが、何でしたっけね、明日は何するみたいな。まあそういう口説いてるわけですね、このパブロは。サンティール。ウィユベール RTA 始まったら、まあ、速攻で終わらせに行けばいいんですかね。伴奏林の元で働くのとても辛いんだよね。いつ消されるか、こっちまでヒヤヒヤもんでたまったもんじゃないよ、まったく。いっそのこと、犬頃もあの人がやっちゃえばいいんだよね。その無駄口なんとかならないの。あなたを連絡員にした意図の方がよっぽど理解できないが、このなんていうか、やっちゃえばいいんだよねって言ってる人がサンティールっていう、まあ、監視役ですね。君は興味のない男に集めたいよな。ブラックをやるとき一度しくじったろ。なんてか分かってる？まあ用意があったからですよ。今回もそうだぜ。さっさとやっちまわないとまた情が移ってやれなくなるんだよね。うん。忠告をありがとうと、まあ一応お礼は言っときましょうか。そうやって素直に返事してくれるときって本当にいい女だよな。どんな秘密を握ってるか知らないけど、変なことを思い出したら迷わずにやるんだ。それと、これだけは忘れないこと。組織は君が裏切るのを心待ちにしてる。あとは、君次第だよ。この仕事には向いてないわ。うん。こんななんていうか物騒なことをね、ペラペラ喋ってますから。ひゃー、ウィベール、厳しいんだよね。君がしくじったら組織そのものの存亡が怪しいんだよね。ウィーはボスのお気に入りだからいいけど、僕なんかはいつは寝られるか。どこでさ、これから空いてる？さよなら急ぐの。かわされた。へえ、ウィーベール。とびっきり冷たいんだよね。最後に聞くけど、奴を始末できる自信、確率で言うと、どのくらい？ここで選択肢が出てきます。一番いいエンディングまで行きたいなら、もう 120% しか選んじゃいけません。120%。まあ、下に数字が出てきますね。まあ、これがある種の HP みたいな数字になってきます。うん。ケスコンバフェールドマン。あ、そうですね。コメントでフランス語書いてあるやつ。明日は何をしようかって、まあ、口説いてるんですね。戦争で人の消えた町の聖堂に野人が住み着いた。野人先輩は人の肉を食べて皮を剥いで身にまとう。グロい。時折長い旅に出てまた戻り、また長い日を過ごす。子供たちは話題にすることすら避け、大人たちも足を運ばない。でしょうね。小さな緑色の池に野人の姿が映る。雪吊りの旅人だけはそこを訪れる。まあね、食われるって分かったら誰も近づきませんけど。野人先輩が財宝を溜め込んでるという噂が広がった。土地の男たちは離れ笑い、遠くの町から荒くれ者が訪れる。ある日、その旅人同士、剣を交えて戦って、一方の首が赤い雫の奇跡を描いた。チョンパ。それ以来、聖堂には大きな鍵がかけられた。地下の片ボンベの奥に、野人先輩の瞳が青く光る。導入部分はなかなか面白そうな。小説ですけどね。どうだいしモーヌ、野人先輩かっこいいだろ。野人先輩は本当は腕利きの剣士で戦いに使えて、なんて言うのかな、頭がおかしくなっちゃったのさ。うん。選択肢がたびたびこんな感じで出てきます。一番いいエンディング、一番いいっていうか分かんないけど、まあ、真相に近づくエンディングを見たいなら、まあ、基本的にパブロには冷たくしといた方がいいですね。脳書きは完成させてから、うん、まずうちさ財宝あんだけど寄ってかない？口説かれる。アイスティーを出されてしまうのか。途中で投げ出した小説がいくつあると思ってるの？うん、一つも完成させてないんですねこいつは。それを言っちゃおしめよう。なんていうのかな、冒頭ばかり書くのも一つの才能だと思うんだ。それよりもシモーヌ、またこいつはシモーヌを押し倒そうと。あなたも忙しいんじゃなくて。おう、シモーヌ、君の言う通りさ。だけど、なんて言うかな。もし僕の、もういいか、同文。
基本このやりとりがしばらく続きますね。もう行かなくちゃならないの。おー、シモーヌ、ウバティフ、また始まった。ジュテーヌ、お前のことが好きだったんだよ。ケスコン・マ・フェルドマン。いろいろなんというか、この小説はフランス語がちょいちょい出てくるんですけどね。マトーヤの洞窟。懐かしい単語が。初代 FF に登場した洞窟ですよね。シェリルリア、でいいのかな、の西、悠久の山谷の中流に、トズマ星の言葉で焼けた町を意味する、エラングブと呼ばれる廃墟があった。ほうほう。四世戦争の末期、人の戦争では89年前、シェリルリアの正式な記録では93年前、包括のガルフ・ブレイズ率いる東軍12万と、聖堂のポリディクティス率いる西軍8万の最後の決戦の舞台になり、一夜にして滅んだ小さな町。物語は詩人たちの口を経て後世に伝わり、7つの言葉に訳され13の国で本に綴られた。英雄の活躍を歌い、神の過去に謝辞を述べる、すべてはそれはそれで時の権力者に書き直された一辺の真実も伝えられ、作られた記憶。同じ過ちを繰り返さぬために美談だけを伝え、次の戦に駆り立てるために神の名を語った。ノムリッシュ翻訳とかでよく見かけそう。まあこれもノムリッシュですけどね。どうだいシモーヌ、今回は今までとは違って2000ページ超の大作になるんだ。書けるのか、そんな小説が。海の水が干上がる前に完成するの。あなたのペースは1日に2枚、しかも週に4日は寝てるだけ。完全なニートじゃねえか。それで海の水が干上がる前に完成するの。おう、シモーヌ、ね、いろいろと考えることがあるんだ。より良い作品に仕上げるため、当社は努力の甲斐あって発売をやむなく延期なんだ。それに僕の脳裏には毎晩毎晩君のシモーヌガバッね。結局こうやってかわされちゃうんですよね。君の言う通りさ、以下略、以下同文、終わり。もう行かなくちゃならないの。本当に最初しばらくこういうやりとりがね続いていきますけど、ケスコン・マ・フェルドマン、また変な小説を持ってくるんでしょう。もう12時になりそうですね。まあ、一回始めた以上はもう最後までやってしまいましょう。モンスターワールド。この島には誰もいない。私が一人、国王の道楽の博物誌作りのためにここでモンスターたちの行動を観察している。モンスターワールド、動物園的な、死を司る神の手の上。なんちゃらの月、読めないわ。改正、妹から手紙が届いた。井戸水が濁ったので小川まで朝食用の水を汲みに行く途中のことだった。私はたわわに実る赤い果実を発見した。つまんで食べてみると、えもう家の幸福感に満たされ、初恋の少女の姿が目に浮かんだ。やばいやつだな、これは。お元気になる果実みたいな、淡い口づけのようなふくよけな舌触り、舌先に残るかすかなしびれ、あまりの心地さに私はしばらくそこに横になってしまった。野人先輩に連れて行かれてしまうぞ。大丈夫なのか。どうだいシモーヌ、日記形式のストーリーなんだ。淡々とした中に日常的な恐怖や寂しさっていうのかな。基本冷たくするのが正解ですからね。つまんなさそう。あなたが書いてると思うと、あなたの日記みたいで気分悪いわ。おう、シモーヌ。これはあくまでも小説なんだ。え？なんですって、もう一回、言ってみて。悪魔が来たりて、ジュテーン、ガバ。こいつはもう、こんなことしか考えていないのか。好きあらば、ユイフェールを押し倒そうと。まあ今回も、ユイフェールは、なんというかね、押し倒されずに済みました。やったぜ。下の数字ですね、最初120あったのがどんどん減ってますけど、大丈夫です。基本どれを選んでも減ります。間違った選択肢を選ぶと大幅に減る。それだけですね。ウリボーとロシオッティ、また新しい小説が。めまいがする。
朝からもう何も食べていない。しかし今休むわけにはいかない。家には年老いた両親と妻子が腹を空かして待っている。もし神様がいるんなら、一匹の売り棒でひ、哀れな狩人に恵んでくださらないだろうか。うん、うちの資本主義の豚をあげまして、あげてもいいけど。もう何日もの間この薄暗い森の中をさまよい歩いていた。運よく屈した歯の陰に売り棒の足跡らしきものを見つけた。はっきりとしないが、右から左へ、続いているように見える。今はこれを頼りに行くしかない。右へ進む、奥の方へ進む、左へ進む。こういう形で選択肢が。右に進みましょう。基本なんていうか、選択肢1番選べば、外れはないんですよね。右に行くと、泉が見えてきました。泉のほとりには、ちょっと待って。これいつ終わるのって、うん、どんなに進めてもダメ、はっきり言うわ。つまらないものはつまらないの。そうかな、新機軸なんだけどな、うん、こういう形式のなんていうかゲーム小説的なものもありましたよね、昔。今も出てるのかな、まあ、TRPG っぽいのがそれに変わってる感じはしますけど。ジュデーン、ケスコもフェルトマン、明日も明後日も小説の最初の部分だけ聞かされるっていう、そういう日が続いていくんでしょうか。ポアソンリー。ここでウイユベールの上司ですかね。ウイユベールを監視している上司との話が始まります。犬の始末はいつになるんだ、ウイユベール。まあ、パブロのことですね。ポアソンリー。連絡はサンティールを通さず、酒場にいた人ですね。気まぐれで姿を見せてるわけじゃない。有能な情報部員だが君も女だ。監視が必要なわけもわかってるだろう。うん、まあ、情にほだされて暗殺を失敗するような。奴も記憶をなくす前は、野獣先輩のような、野獣の眼光をしていた。やっぱりそういう陰夢要素があるじゃないか。だが今犬というより豚だ。それで君を満足させられるのかな。ポアソンリーと蹴りをつけるとか、物騒な選択肢もありますけどね。それ選ぶとバッドエッドになります。私を愚弄しに来たの。ちょっと自信を取り戻しましたね。数字が増えました。これは失礼した。これから誤解のないように仕事は手早く終わらせていただけると助かるんだが。わかった。うん、数日中に蹴りをつけるわ。これでまたちょっと進展がありますね。面倒さ一族年代記。また新しい小説が懲りないですね、バブロも。俺は惑星マドロスの移民、面倒さ。ああ、またこんな法人来てしまって。あれをやるのも、これをやるのも、何もかも面倒さ。は？まさかのダジャレ。敵は天下の豪将ゴメス一家。ああ、でも戦うのは面倒さ。素直に頭を下げて謝ろう。ごめん、すみません。略してごめんす。ああ、天下の平和は俺のもの。おしまい。は？って言いたくなりますけどね。だんだんパブロも小説書きがなくなってきてるんじゃないか。編集長から言われるんだ。もっとラブになれ、もっと広い視野で物語を捉えろってね。うん、人生泣けてるようにしか見えねえわ。編集長の言いなりでいいの？おう、シモンはね、そうなんだ、僕っていう人は、人の言いなりになる人じゃないんだよね。僕っていう人はさ、人の言いなりになる人じゃないんだよね。大事なことだから、って2回も言わないで。ジュテーム、ま、ベーシモンをね、フランス語、何するんだ。あれさ、こら、一体いつになったら君は、いつになったら僕のものになるんだ。あなたのことがもう少しわかるまで最後の線は越えられないわ。ね、当時まだちびっこだった自分は最後の線の意味がよくわかりませんでした。ゲスコンもフェールドマン。先っちょだけ、明日は先っちょだけ。いい最終回だった。短すぎる。何もかも面倒さ。
またこれで進展がありますかね。殺し屋マリオ・トレズイエーヌ、自分を第三者の視点から見ることのできる凄腕のプロフェッショナル。どの組織にも属さず、報酬さえ受け取れば思想も主義も関係なく仕事をこなす。成功率は 98%、 残りの 2% は、ある時は三振で騎馬隊を葬り、ある時は難攻不落の要塞に一人で乗り込む。超人すぎる。今回は随分と芸風を変えたもん、ね、うん、まともな感じの。シモーネ、そうなんだ、いつも出版社で言われるんだ。人々は気分がスカッと晴れるような痛快な物語を待ち望んでいる。君の暗いお話じゃ反対も出ない、うん、マリオ・トレズイエムっていうのは、うん、何かそういう話を以前誰かから聞いたような気がしてね。殺し屋マリオ、小説に書けば何か思い出すきっかけになるかもしれないと思うんだ。それはデュシャンのことで、何か思い出したのを始末する。何かを思い出そうと、変なことを思い出そうとしたらすぐに始末しろってサンティールが言ってましたけどね。ちょっとだけ話をしてやりましょうか。デュシャンだけど多分実在しないわ。どっかの王子様が作り上げたおとぎ話よ。デュシャン、そうだ、確かにデュシャンだ、思い出した。そうと分かれば実名で書いてドキュメンタリータッチで仕上げるぞ。ちょっと待って、その名前をどこで聞いたの。何を言ってるんだシモーヌ、君が知ってるような名前なら僕は知ってても少しも変じゃない、変じゃないじゃないか。うん、選択肢もついに始末するしか選べなくなりましたね。パブロ、う、ああ、人殺し、いきなり何をするんだシモーヌ。やり損ねた、死んでしまうじゃないか。少し激しすぎたかしらと、もう一度チャレンジ。激しすぎたかしらと、はぐらかしてみましょうか。ごめんね、弁護弁護。あなたって案外ノーマルなのね。どんなプレイをしようとしたのか、また今度あなたの準備ができてからゆっくりと愛を確かめ合いましょう。アビアントパブロ、アビアントっていうのもフランス語ですね。またねって意味らしいです。シモーヌ、そんな、それが君の愛し方だなんて。激しいよシモーヌ、激しすぎるでやんす。こいつのキャラがもうわからねえね。矢部くんかな、激しすぎるでやんす。片足の詩人、まあどんどん小説ができていくんですかね。臆病なその詩人は片足のウサギと呼ばれてからかわれていた。だけど詩人はからかわれても笑われてもにこやかに受け入れるだけだった。だがその胸の奥には大きな竜が眠り、竜が火を吹くたびに彼は苦しみ、その苦しみを歌に変えて。ロマンチック。シモーヌ、僕には片足の友人がいたような気がしてならないんだ。何か思い出し始めてるんですね。言い忘れてたけど、あのパブロっていうのは記憶喪失なんですよね。まあ、で小説を書きながらいろいろ思い出そうとしていると、うん、小説を完成させれば何かわかるかも。そうか、その通りだよシモーヌ。急いで続きを書かなくちゃいけないんだ。ところでシモーヌ、実を言うとお金がなくなってきちゃったんだ。このダメ男、働け、働きに行くと。私を何だと思ってるの。完全な紐になろうとしている。シモーヌ・ウバデュー、それしか言えんのかお前は。洒落た感じにフランス語を喋ることができれば女性を落とせるとは限らない。パブで追いせ合う、なんて読むのかわかんねえわ。日本語で OK。 パブロ君、まだ君は僕を疑っているようだね。パブロも昔の記憶ですかね。確かに君の仕事にとってそれは重要なことだろう。ブラック、僕はあなたの人間性そのものを決して疑ったりしない。ブラックっていうのは最初の方にですね、あの名前がちょっと出てましたけど、
前にウイユベールがターゲットにしていた人ですね、このブラックっていう人は。あなたは僕たちが次の段階に進むために重要な役割を果たそうとしてるんです。うん、大事そうな会話が。パブロ、これは何、小説、何か思い出してメモしてるの。それがその自分でもよくわからないんだ。だけど何か思い出せそうな気が。うん、小説を書き上げなくてもいいの。一応このタイミングでも始末することはできるんですけどね。シモーネ、僕はなぜ小説を書いてるんだと思う。何かこう胸の奥から込み上げてくるものがあるからだろう。こうなんてこう、う飲みすぎてるだけよ。一緒に帰りましょう。込み上げちゃいけないものが出ようとしていた。シモーヌ、こんなことを聞きたくないんだが、僕、君は僕の恋、親友の恋人だったんじゃないのかい。その答えはまた今度ね。どうせそんなに酔ってたら何も覚えてないわ。親友の名前はブラックって言うんだ。それで合ってるかい。あとでブラックのことを教えてくれよ。思い出したいんだ、彼のために。酔いが覚めたらね。部屋に着いたわ。今日は私も泊まっていくわ。いいでしょ。泊まって何があるんですかね。選択肢はここで出てきます。ここの選択肢が大事ですね。そのまま眠るが正解です。普通にやってるとね、抜け出したくなりますけど、一緒に寝るのが正解です。古文書館、エドガー・ブラック、片足のカリスマと言われた反政府ネットワークラガ派の2代目代表。788年我が国初の民主制選挙を俗に言うキュビスト選挙でラガ派最有力の地位にありながら、わからない、もう難しい単語は嫌いです。ラガ派っていうのは、まあ、要は、左翼と右翼の話みたいな感じになってるんですかね。ラガ派が、まあ、なんというか、革新を起こそうとしている。まあ、そんなさなか、エドガー・ブラックは行方不明になりました。何を調べているの？シモーヌ。僕はこの人を知り合いだったんだ。教えてくれ、シモーヌ。どんな人だったんだ？少し教えて様子を見ましょうか。あなたが書いてる片足の詩人は間違いなくブラックだ。そこにも書いてある通り、彼には最後には仲間を裏切って行方不明になったもん。嘘だ。そんなことって。ところでラガ派って何のこと？君も僕もラガ派だったってこと？過去を知らないあなたには難しい話よ。私もブラックもあなたもみんなラガ派の活動家だったわ。あなたはラガ派のロビーストで、機関誌も自慢のペンを振るっていたわ。もしかしたら何か記録が残ってるかもしれないよね。まあ、政治活動、要はやってたんですね。それはないんだよ。僕らしき人物の記録は一枚も。だから君に聞きたいんだ。僕はその頃どんなことを言ってどんな活動をしていたのか。どうして海に転落してしまったのか。海に落ちて、まあその時に記憶を失ったんですね、パブロは。その海に行ってみる。そんなことより私欲しいの。いかんいかん、ファンされてしまう。というわけで海に行ってみましょう。え、私欲しいのって。海に沈むウサギ。ウサギっていうのが、まあ、エドガー・ブラックのことですよね。ブラック、どこへ行ったんだ。教えてくれ、海のバカ野郎。流れ着いたところへ行ってみましょうか。もうちょっと調べます。結構見入ってしまう話ですね。個人的にはこういう話好きなんですけど。ブラック、あなたには消えてもらう。運命には逆らえないのよ。悪く思わないでね。ウィーベール、君は仲間だと思っていたよ。残念だ。すっかりラガの匂いに毒されたわね。言うことはそれだけ？
短い間だったけど、いい仕事ができた。ブラック、その女から離れろ。殺の旦那、君にはまだ使命があるだろう。何か思い出した。頭が痛い。パブロも、いよいよ記憶が戻ってきたんですかね。もうちょっとだけ続きますかね。多分、12時半ぐらいには終わりそうな気がする。蜂蜜のような甘い髪の色、緑色の瞳の女、彼女の名前はシモーヌ。タイトルのウイユベールっていうのが、まあ、あの緑色の瞳っていう意味らしいですからね。ウイユベール、その名前も本当の名前かどうか。僕は彼女をウイユベールと呼んでいた男を知っている。彼は僕の親友、彼はシモーヌの恋人だけど、彼は殺されてしまった。蜂蜜の髪のウイユベールに。シモーヌ、君は素直にうなずいてくれなければ、君はとぼけているのか、記憶は間違っているのか、僕にはわからない。答えてくれ、もっと思い出したいんだ。ウイユベールが私のコードネーム。使命はブラックの監視。今さらとぼけてもしょうがないしね。すぐにブラックに会うことになるわ、今から殺すと。でもその前にいくつか聞いておきたいの。詩人の話の続きを聞かせてほしい。詩人は、ブラックは、最後はボスたちと一つの心になっていたんだ。だから君がブラックを始末した。だがそれで終わったわけじゃない。いいか、ウイベル、よく聞くんだ。ブラックは君にメッセージを残して死んだんだ。恋人のウイベルに。それなのに君は、君って女は、ウイベル。僕は最後のカードを手に入れた。カード。これで君も僕も自由になれる。悔しいけど僕にはこの意味はわからない。僕はもうどうでもいい。人生なんて辛いだけなんだ。うん、クソみたいな小説しか書けない。僕もブラックの後を追うだけだ。だけどこのメモだけは受け取ってくれ。ブラック。最後のカードってあなたまさか、思い当たるものがある。最後のカードって何なんだ？デュシャンだわ。伝説の殺し屋、デュシャンですね。あの事件の少し前、三人目のエージェントが動いたのは確認されてたわ。エージェント、なんだそれは。殺し屋デュシャン。どんな仕事でもしくじったことのない世界最強の殺し屋。彼は三人のエージェントを返さないと連絡は取れないの。そのエージェントが動いたってことは、連絡は取れてたんですね。エージェントからの割り符があれば今からでも仕事にかかるはず。割り符ってなんだ。3人目のエージェントにお金を預けて、代わりに割り符を受け取って、それを本人に渡して最後の確認をする。まあ、伝説の殺し屋となるとそう簡単には会えないってことなんですかね。まあ手間がかかる分仕事は確実と。割り符はどこにあるんだ。彼と共に海の底に沈んだのか。割り符。ウイユベールが殺したブラックは、その割り符を持っていたんですね。君の誕生日に渡そうと思っていたんだが、動かないで。子供じみた手は使わないことに。私が本気で愛してたとでも思ってるの。これなんだが、ウイユベール。割り符を渡そうとしていたんですけど、結局ブラックはウイベールにやられてしまったんですね。ペンダントヘッド。なんて読むのかよくわからない。フランス語を勉強しておくべきでした。王族派左派ナンバー3ウイユベール。
毒殺のプロフェッショナル、王族派の、まあ、スパイというか暗殺者、まあ、それがウィーユベールの正体だったんですね。そんな人物が代理人とは訳ありだな。いよいよあの殺し屋デュシャンと対面したんですね。依頼主は私は殺してしまったの。その訳が必要なら、あ、それは OK ですか。最後に確認しておく。俺が依頼されたのは王族派のヒューラー・バイン・ビョルンの始末だ。今それを行えばどんなことになるかわかるな。混乱に乗じてラガノの残党が台頭し、また暗黒の時代に逆戻りだ。8日経って何も変わっていなかったらブラックから預かった金は返す、うん、失敗するなんて思ってない。念のためだ。それまで生きていたいなら正面玄関を避けた方がいいな、うん、窓の外にポアソンリーだわ。まあ組織を裏切ろうとしてるわけですからね。ポアソンリーに見つかればウィーユベールも命はありません。あなたも気をつけて行くわよパブロ。パブロはまだ始末されてなかったんですね。一緒に地獄を見ましょう。やってることが果たしてベストエンドと言えるのか。3日後、王塚情報部トップ、ヒューラーナンバー2バイン、殺し合う夜、3人が次々と暗殺され、王塚情報部は機能を停止した。さすが伝説の殺し屋。デュシャンがみんなやったんですね。同時に分裂状態にあったラガ派が次々と立ち上がり、各地でテロが発生するようになる。暗黒の時代に突入したわけですね。2年半前、格闘技チャンピオンの座から引いたパブロが結構ガタイ良かったんですかね。連絡なし突撃取材を信条とするドキュメンタリー作家に転身し、王室批判の記事を書き、民衆の熱狂的な支持を集めていた頃、結構目立ってた人なんですね、パブロも。なのに記録が残されていないっていうのも。今年、歴史上初めて公平な選挙による議会が誕生した。うん、選挙前は反政府派のラギストの優勢が伝えられたが、ラガのカリスマ的指導者ブラックは、選挙前最後の演説で王室の政治を評価し、うん、まあ、自分ラガ派を裏切るようなことを要はやっちゃったんですね、ブラックが。うん、それでまあ、王室派が、まあ、優勢になって、ラガ派はどんどん支持を失い、まあ、そういうこともあって、ブラックは暗殺されるに至ったんですかね。うん、ラガ自身のこの斜め分裂、そして権力闘争による腐敗のために大きく変わってしまった流れを戻すことはできなかった。かくして民主制議会には旧政府のメンバーがそのまま選出され、実質的な変革がなされるまま革命は終了した。ラガの主要メンバーは近いと姿を消したが、政府に対する監視は強化され、一触即発の危機感は消えなかった。そして現在もブラック失踪は謎のまま、もう噛みすぎてるわ。ブラックが何を意図していたか、何か書き残したものはあるのか、その遺憾によって民衆は、いかようにも揺れ動くであろうことを両陣営ともに警戒していた。片足のカリスマブラックも元はといえば、王族派のスパイだった。なので王族派を褒めたんですかね。彼を送り込み監視していたのがコードネームウィーユベール。王族派左派ナンバー3の地位にあり、王族派内部の権力闘争で中心的な位置にいる、うん、最後に混乱した民衆の中からブラックを郊外へ導いたのも、そこで最後の引導を渡したのもシモーヌことウィーユベールだった。ラガ幹部の3割は王族派のスパイだと言われているが、もうズブズブじゃないですか。民衆の不支持を恐れてどちらの陣営もそれを公言していない。ブラックが代表になったのも彼らが巧みに演出した結果だと目されている。ブラックにあらが創設の指導者キリコが王室派の暗殺者に襲われた時に片足を失ってまで彼を守ったという伝説が残っている。その直後キリコは謎の死を遂げている。まあ、ブラックが2代目ですもんね。ブラックがスパイであることを最初に疑ったのが当時ラガのロビーストのパブロだった。パブロはそれを幹部会に報告することなく、何夜もかけてブラックを説得、まあ、親友になったわけですね、その過程で、うん、ラガを解散しスパイのあるものを排斥した純粋な民主制政党の結成を提案していた。ブラックには王族派側に家族もいる、うん、簡単にはパブロのそばにつくわけにはいかない。まあ、家族を羊人捉えてたせいでブラックもいろいろね
やらなきゃいけなかったんでしょうけど、こんな組織では何も変えることができない。新しい組織を作って一からやり直すんだ。これ喋ってるのはパブロですね。君の熱意はわかるよ。だが熱意だけで全てを変えることはできない。そんなことはわかっています。だけどブラック、あなただって王族派のやり方に満足していないでしょう。家族を人質にとってまで撹乱しようと。パブロ君、君は平和と引き換えに何を提供できる。多くのものは平和を可能な限り安く手に入れたいと思っているよ。私もそうだ。思想を曲げてでもそれで戦車が減るならその道を歩こうと思うよ。それを言うなら、今までだって十分平和だった。ただ何も知らない農民が王宮の腐敗ぶりを知らずに見せかけの平和を押し付けられて、ただ奪われてきただけじゃないか。私はただウィーユベールを守りたい。それしか考えられない弱い男なんだ。こんな私に何ができるというんだ。ブラックは最後までウィーユベールが本当に、まあ愛していたんですね。ブラック、僕はあなたを信じている。あなたの失った右足になりたい。王族派なんて小細工なんて全て無駄なんだと僕は証明する。まあでもね、結局デュシャンによって王族派の幹部は次々殺されて、ラガ派が台頭してますもんね。僕はあなたの失った右足になりたい。結局どういうことなんだ、一年。ちょっと分かりにくいと思います。繰り返し読んでいれば、なんというか、構図とかもね、分かってくると思いますけど。役者後書き。本来ストーリー性のある作品はあまり得意ではないのだが、ここ数ヶ月、奇数論の役に携わっていた関係から、このウィーユベールも私が訳すことになった。原本の一面は痛みが激しく、他の役やエナビアキなどの精神を頼りに補うしかなかった。エナビアキっていうのはまた別の財宝で読める、まあ、恋愛小説ですね。まあ、頑張って訳しましたと。物語に関しては以前から事実か否かと議論がされてきたところだが、この作品によって称される歴史の整合性を考えれば、まんざら作り話にもないように思えてくる。精神にはウィーユベールもパブルも、もちろんデュシャンも登場しないし、ブラックも単なる王族側のスパイとして描かれている。肝心の王族右派のナンバー3は、マリア・ノボセリックとされている。ほうほう。次回作も書くつもり満々と。まあいろいろ役者さんが考察を書いていってますけどね。まあイバリスの歴史に符合しているところもあり、ないところもありで、ちょっと結局のところは、失われたパブロの記録のように静かに眠らせておいた方がいいのかもしれないと締めくくってますね。王族派の暗躍に関する記載がいくつかあるので、それも機会があれば訳してみたいと思っている。その時にまた読者の皆さん手に取っていただけると思うと、地方大学数学科の研究員ってそんな人がこんなすごい小説を訳してたんですね。大変ですね。本業の手を休めてでも取り組みたいと考えている。まあ、こういう仕事もなんだかんだで好きなんですかね。後書きばかりが長くなってしまいましたが、不慣れな文章ともどもご容赦いただけますようよろしくお願い申し上げます。教会の見える自宅にて、カイーカボチャ叩きモンテスト。いろんな歴史があるんですね。本当なんていうの、こういう細かいイバリスの裏話とかね、覗けるっていうのがファイナルファンタジータクティクスの楽しいところかなって思います。まあ、というわけで、まあ、最後までたどり着きましたね。これが多分一番なんというかエンディングらしいエンディングになるかと思います。ウィーユベールは全部で7つエンディングがありますね。もちろんいきなり最初にパブロを始末するとかいう選択肢も出てましたけど、それを選んでもまあ一応一つのエンディングとしてね、語られますけど。全部のエンディングを見ていくのはもうさすがに手間がかかりすぎますので、あとは皆さん自身で解き明かしてください。
っていうわけでいろいろ喋ってたら、だいぶ長くなりましたね。すいません。とりあえず今回の配信はここでおしまいにしようと思います。どうもここまでご視聴やコメントいただき、本当にありがとうございました。